電車でプロフェッショナル仕様、今回京都線快速221系です。難しそうだね。星4だって。で、あのポイントだけ押さえて今日も見ていきましょうか。ということで、最初制限45と45ですね。最初の制限35はスピードオーバーするのがないと思うんで、フル加速でいいと思うんですよね。あれ、銀次かな。大阪までの途中の停車駅は高槻までの関東、フル加速でちょっと制限35をオーバーしないとですね、フル制限45入ります。アップは出せそうじゃないか。西大路に止まります。制限解除で加速と。 OK、 西大路停車。止まるかな。なんでマジ止まる、止まる。ちょっとどういうつもり。止まればいいのです。非常使わなかったら止まらなかったな。ちょっとどういうつもり。ゲイマジ。向こう町停車。また20秒。ちょっとどういうつもり。制限6秒ですね。間に合うのかな、これ。ブレーキング場内進行制限60。 OK。 長岡京前200秒かな。長岡京前90秒かで、60キロ制限ですね。どういうつもり？進行どこだろうね。駅前が多分ですね。駅前って本前の区域だと思うんですよね。ここ隠してるからいそうだ。山崎あった。あれ止まらんか、これ。止まらんね。高槻停車。30秒。ちょっと時間があるかな。結構時間言われますね。ちょっとどういうつもり。どうかな。OK ね、大体。茨城停車。止まるかな。あ、止まらん。超ムカつく。120キロオーバーか。さあ、120超えた。いいか出る、この列車。
水車リフォーダー190か120なんでマジ59か限界はこれダメじゃねさあ制限95制限95まもなく中央かこんな花ですね、胸、あの、今、そうですね制限75まもなく大阪、大阪です大阪環状線、JR 宝塚線、阪急線、阪神線、地下鉄御堂筋線、谷町線、四ツ橋線はお乗り換えです大阪の次は天ヶ崎に停まりますレシャーちょっとどういうつもり？そんな難しくないはず難しいのは何かっていうと通過域かなあとはまあ全体的に判定が厳しいってことですよね僕はクリアできませんけど皆さんが、ね、クリアできると思いますっていう感じですね、はい、基礎的な実力があればいけると思います基礎的な実力の積み重ねね、うん、初心者でもできるんじゃなくてなんか大学生だけに走りとかいう星3の走り方がある程度きっちりしてるんだったらクリアできるって感じですねめちゃくちゃ意地悪なあのものはないっていうことです